まずこちらですね。はい。このメルカリのところです。まずキーワードなんですけど、ここですね。こう海外と入力してください。はい。で、その後ですね、商品とかですね、送料込み、売り切れで完了としていただきますと、ここにですね、まあ大体ですね、海外から輸入された商品がね、出てきます。はい。で、ここから、商品をね、リサーチしていただければね、いいかと思います。はい。で、まずですね、こういった色ちょっと見てまして、今回時計ですね。まあ、時計ですね、儲かりますので、ぜひね、やっていただければね、いいかと思います。はい。この時計をですね、リサーチしますね。はい。この時計をですね、見ていただきます。海外限定ですね。もう海外と出てまして、こう下はですね、この文章ですね、出品の文章を見ていただくとですね、国内ほぼ出回ってませんとかありまして、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、もちろんこれですね、もう外国は輸入品ですね。はい。まあ、このクロノグラフとかね、こういった時計はですね、非常に人気あるので、こういうふうにちょっとかっこいいですね。こういうのはですね、非常に人気あるので、すごい高く売れますので、ぜひね、おすすめなので、やっていただければいいかと思います。はい。リサーチなんですけども、写真ですね。写真をですね、リサーチするときなんですけど、まあ、大体ですね、この、サーチグーグルって以前使ったんですけど、今回ですね、この、スニッピングツールっていうのを使いますね。はい。で、ここをクリックしまして、今回3秒ですね。で、画面がですね、黒くなります。で、まあ、そのままですね、こういった風にですね、綺麗に、まあ、切り抜いていただいてですね、まあ、こういった画面が出てきます。はい。で、これをですね、保存していただければいいですね。で、今回、まあ、こっちのデスクトップの方に保存しておきます。はい。で、その次なんですけど、これですね、中国から出てるかどうかと調べたいので、このアリバ1688です。ここからで調べるんですけど、ここですね、ここをクリックしていただきまして、先ほどの写真ですね。これをクリックします。はい。そうします。こう、くるくる回ってるんですけど、出てきますね。全く一緒なんで、これはですね、中国から輸入した商品です。間違いないですね。はい。こう見ていただくとわかるんですけど、全部39元ですね。とかあるんですけど、下の方にですね、ここですね。この6年とかいろいろあるんですけど、これはですね、出品の年数なんですね。なので、長ければ長いほど信用できます。はい。まあ、今回こちらですね。ここをちょっとクリックしてみますね。そうしますと、まあ、この商品が見てるんですけど、まあ、2個から購入できません、ね。41元なんで、だいたいですね。41元ですと。まあ、ちょっと電卓ツール。あ、ちょっと出てこないですね。はい。すいません。ちょっと待ってくださいね。はい。電卓ツールで計算してみますと。はい。だいたい今、16.0と考えますね。16.2ですね。はい。だいたい1個ですね。664円ですね。まあ、こういった感じになりますね。はい。で、これ2個から仕入れることできますので、まあ、ここからですね、仕入れるとします。はい。で、だいたいですね、まあ、大まかにですね、計算していただきまして、まあ、ちょっとこちらもまとめてみたんですけど、まあ、こういった感じですね。はい。まあ、だいたい16元ですね。で、配送料だいたい EMS で200円ぐらいなので、1つ。まあ、864円ですね。で、メルカリ商品代で0.9なんで、だいたい3780円で、まあ、だいたい700円と送りますね。そうしますと、まあ、だいたいこういった感じで、だいたい2216円1つ利益出ますね、これは。間違いなく。まあ、結構おすすめの商品ですよね。はい。まあ、こういった風にね、計算していただければ大丈夫です。あとですね、ですね、壁掛けの時計とかはですね、確か EMS で輸入ができないんですね。なので、船便になってしまいます。はい。今ですね、中央輸入の代行会社さんはですね、まあ、私が使ってるところですと、担当の方はですね、かなりですね、輸入のプロが揃ってまして、まあ、日本でね、どういった商品が売れると売れないとかね、もう熟知が非常に多いんで、便利ですね。なので、まあ、初心者の方はぜひね、そういった代行の方がね、輸入のプロとか、まあ、前回、まあ、ちょっと数日前なんですけど、ガンダムのね、並行輸入品と出てるんですけど、そういったものはですね、今メルカリで出品する、確実に出品止められてアカウント削除されます。それかですね、税関で止められますね。なので、ぜひね、そういった
まあ、日本人系のね、代行会社非常にいいのと、輸入ね、プロが揃ってる方、と知識を持ってる方はね、多い代行会社おすすめですので、ぜひね、利用していただければね、いいかと思います。はい、ぜひ試してみてください。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、登録後によろしくお願いします。今回動画以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。